はい。えそれじゃあ今度は、え文字配列とか、えこれについてですね、えちょっとまあ学んでいきたいと思います。まああの、文字についての扱いはすでに学んでありますし、配列についてもすでに学んだので、まあ、それを組み合わせてやればいいんですが、ちょっとまあ初めてですのでね、えとまあ、え文字の知識と配列の知識を使っても、ちょっと文字配列をね、え使ってみたいと思います。じゃあちょっとやっていきますが、 えっと、こいつと新規にね、やりますけれども。じゃあ、ちょっとね、やってみたいと思います。えー、っと、まあ、文字配列、えー、っと、まあ、昔やりましたけども、えー、ストリングか。えー、こうやってね、文字、えー、っと、文字変数をね、ここに書けば、これでいいわけですね。で、ただし、えー、これを配列にする場合には、まあ、昔やりましたけども、まずこうやってカッコを2つ書いて、この後に、えー、new、string と。 こういうふうに書くわけでしたね。で、それで配列の大きさをここに書くわけですね、えー。例えば配列の大きさが3の時には、こうやって3と書くということでありました。まあ、このようにして、えっ、ー、とまあ、文字の場合も配列を使うことができます。じゃあちょっとあの、事例を簡単にやってみたいと思いますけれども。 こんな感じですかね。まあ、こんな風にやると、えっ、ー、と、0番目に、ハローというのが、えー、入ります。えー、まあ、前もやりましたけども、まあ、そうですね。配列は、これ、0から始まるんですよね。えー、ちょっとこういう仕様になっています。なぜというよりも、まあ、そういう仕様になっていると。で、次に1番が、まあ、適当に、えっ、ー、と、まあ、文字を入力していってください。 かなはい、えー、こんな感じですね。で、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、ちょっと、えー、こうにしましょうかね。えー、こうすると、まあ、フォーチュンゼロですから、ハローというのが出てくるはずです。ちょっとやってみたいと思いますが、そうですね、ハローと出てきました。で、ここを1とやると、はいですね。 で、2とやると、まあ、ぐんと出てきます。で、えー、これで、えっ、ー、と、これ、まあ、3だからといってね、これを3を作っちゃうと、これはダメですね。えー、これはできないはずでしたね。ちょっとやってみましょう。えー、まあ、なんでかというと、これ大きさが3で0から始まっているので、0、1、2で、これで3だから、えー、これだと4つ目ですからね、ダメになるはずちょっとやってみます。 はい。えっと、ま、エラーが出ましたね。はい。こんなのダメだよということで、えフォーチュンさんは使えないということでありますね。はい。で、これで OK と。はい。じゃあ、というわけで、あの、文字配列のサンプルですね。まあ、文字の知識、文字変数の知識と配列の使い方を使って、まあ、文字についても配列を使っていました。まあ、これがそのサンプルプログラムですので、まあ、 えー、皆さんもぜひ、えー、実際に作って身につけてみてください。はい、これが終わったらまた次に進んでいきたいと思います。はい、えー、じゃあ次に5番の、えー、乱数について学んでいきたいと思います。まあ、乱数、あの、身近な例で言うとサイコロです。 サイコロっていうのは振ると1から6までの数がまランダムに出てきますよね。まあそれと同じように、まあなんかランダムの数を作ってほしいと。まあそういう時に、まあ乱数といったものを使うとえいうことになります。じゃちょっとえやっていきたいと思いますが、まあえその乱数はですね、プロセッシングの場合、ランダムカッ A と。 いうもので作ることができますこのランダムカッ A で0以上 A 未満の乱数を作ることができます。じゃあちょっとやってみましょう。はい、こういうふうにやってみます。こうすると、これはこ、これに比べてみますと、0以上5未満の乱数が、 プリントされると。ここに打ち出されるということです。ちょっとやってみます。はい、4.25631ですね。ちょっとこれ、開業した方がいいか。はい、4.275、4.27ですね。0.47。というわけで、ランダム括弧こ5とやると、0以上5未満の え、乱数が、え、ランダムに出てくるということが分かりましたね。はい、このようにランダムな数が欲しいときには、まあ、簡単にこれで作れることができるということになります。はい、え、それじゃあ今度はね、次に何をやってみるかというと、サイコロを作ってみましょう。え、サイコロですね。 サイコロというのは、1から6までの数がランダムに出てくる。これちょっとね、1.789とかいろいろ出てますので、ちょっとこれダメですね。サイコロは1、2、3、4などの整数です。で、それをやるにはどうしたらいいかというと、こういうふうにします。i イント、ントってやるとこれ整数になるんでしたね。はい、というわけでこういうふうに囲ってやります。こういうふうにやると、えー、っとまあ、 えー、整数乱数が出てきます。ちょっとやってみます。はい、えー、これでね、えっ、ー、とまあ、整数が出てきました。ね、はい、ただし、えっ、ー、とまあ、えー、これだとですね、0とか4とか、0から4までの数が出てくるのか。そうですね、えー、0から4までの数が出てきてしまいますので、サイコロにするには、えー、これを1を足して、 えそして、ここを6にすればいいのかなはい、えー、こうすると、えー、1から6までの数がランダムに出てくるサイコロが出来上がります。3、3、2、2、4、2、5、2、3、そうですね、6。えー、1が出てこないですね。1が出てきたら終わりにしたいんですが、 あはい。というわけで、えー、これで1から6までの数が、えー、ランダムに出てきたっていうことがわかります。はい。それでは、あの、ここまでやってみてください。これが終わったら、また先に進んでいきます。